はい、こんにちは。ルーチューブの時間です。今日は久しぶりにボクシングネタ、久しぶりじゃない？結構何年言ってんだよっていう、あのタンクガルシア、まあ、ここがあのやるんじゃないかみたいな、うん、まあ、ちょっとツイッターとかでも、うん、あの画像が出回ったりとか、まあ、あとは、まあ、これも前々から言われてるスペンス・クロフォード。スペンス・クロフォードはもうやる寸前まで言ってたよね。あ、一応今もその状況であると思うんですけど、細かい多分契約の詰め段階じゃないですか、ね、うん、オッケーオッケー。じゃあ6台がこの2試合を持ってきたんで、赤堀なりの試合展開というか、はい、予想をしていきたいと思います。まあ、一応、スーパーライト級持ってたじゃないですか、タンクって、うん、でも今返上して持ってないみたい でライト級の正強者、うん、でライトでやるんでしょ。でもなんかそのガルシア自身は階級上げるって言ってたりとかするんですよ。あ、そう、うん、まあでも、まあ、ガルシアとじゃあタンクはライトでやるっていう想定にしようか。そうですね。俺スーパーライトでやったらガルシアの有利に動くんじゃないのかなと思う。まあ単純にフレームがでかいから。でかいから、うん、ただガルシアはすごいね、若くて魅力あるボクサーだけど、ちょっと線の細さっていうか打たれもろさがあるように感じるな俺は。ルーク・キャンベル戦とか、うん、なんか戦いを見てて線の細さっていうのを感じてるのは俺だけじゃないと思うんだけど、俺はあの先に言っておきますけどタンクが一番好きなんで、うん、まあこの試合が決まったら俺はデイビスが勝つと思う。っていうかまあ正直その一時期噂されてたなんかトップ4みたいなあるじゃないですか、ライト級の。でもやっぱライアン・ガルシアって一枚明らかに格落ちだよねみたいな空気がありましたよね、うんうん、そうだね。まあデイビスはライアン・ガルシアには勝つと思う。デイビスはそんなライアン・ガルシアが嫌なタイプじゃないと思うし、ライアン・ガルシアからしたらデイビスは苦手なタイプなんじゃないのかなと思うけど、グイグイ入ってくると思うよデイビスは、うん、だしなんだかんだデイビスディフェンスいいじゃん。あとロメロとの試合をくぐり抜けてきてるじゃん。ロメロ結構強いし、まあ、デイビスもなんだかんだ強いのとやって結果出してるもんねずっとね、うん、だから経験の差と耐久力、まあ単純に体の強さ、耐久力だったり押し強さとかでライト級でやったら俺はデイビスだと思う。ただその俺もうずっと言ってるけどデイビスが俺は唯一負けるとしたらロマチェンコだと。いやヘイニーとデイビスやってもヘイニー判定で勝つような気もしないでもない。確かにヘイニーとデイビスはちょっと一番難しいな。シャクールもライト強化今度。そう、あ、まあまあだから上げてきてますからね。そうだね。だから俺デイビスに偏ってると思う、好きだから、はいはいはい、好きだから偏ってるけど、ちょっとヘイニーのボクシング俺好きじゃないんだけど。好きなやついますなんだけどやっぱヘイニーって負けないと思うんだよ、うん、ただヘイニーはちょっと精神的に脆いとこあるでしょ。打たれたら嫌がる顔したりさ、うん、ちょっとそこをデイビスがつけるんじゃないのかなって思う。やっぱロマチェンコとヘイニーやったらロマチェンコ勝つと思う。徐々に痛めつけて途中で終盤でストップすると。だからライアン・ガルシアもすごいいい選手、これからの選手だと思う。ただ今デイビスでやるんだったら今やんなくていいんじゃないのかなっていうので陣営はゴーサイン出さないんじゃないの、分かんないけど。お互い人気選手ですから、うん、そう人気があるから潰したくないんじゃない。ライアン・ガルシアも若いでしょ。若いです。ちょっとデイビスも結構若いんだよね、アメリカね、うん、だからライト級のこの一戦は俺はデイビスが、うん、ノックアウトすると。判定でもノックアウトでもデイビスが勝つと。では、はい、まあ、スペンス・クロフォード、うん、いやえ、これ全然クロフォードじゃないのみんなって思っちゃうんですけど、どうなんですか。いや俺も全然クロフォードだと思ってたの、うん、ね、うん、全然クロフォードだと思ってたんだけど、ウガス戦のスペンスを見たら、うん、あ、スペンス強っと思った。まああの試合ってでもどっちかというとそのなんかそのセンスとか、うん、スピードとかテンプの差はスペンスあると思うんだよね、うん、すごくね。ただちょっと脆さっていうか危うさみたいなのはちょっとあるのかなと思ったんだけど、すげえたくましかったよねウガスの時。てかどっちかというとその単純なスキルで勝てないからフィジカルで潰したみたいな感じじゃないですか。そうそう、だからそれができんだと思ったスペンスが、うん、結局は気持ちだと思う。あ、スペンスってそういうボクシングもするんだ、あ、そういうボクシングも一流なんだってとこを見せたじゃん、うん、俺は逆にだからウガスでそんだけスキル差が、ウガス相手にスキルで勝てないんだったら
クルフォードとやったら明らかに差がつくんじゃないのかなって思っちゃったんです。で俺はもうこの間のスペンスで、あ、そういうボクシングもできるんだっていうのはケンシロウ選手にちょっと被るところがあった。あ、なるほど、ね、あ、内側も強くな、強いんだ結局っていう、ちょっと被った部分があったんだけど、俺はスペンスの評価がうがつ戦でも 俺は上がったんだよ。でもそしたらクルフォードとやるってなったら潰しに行かないと勝てなくないですか。でもスペンスが体でかいよね、まあ、クルフォードもでかいけどさ、いやスペンスの方がでかいでしょ。スペンスの方がでかいでしょ。なんでウェルター級でやれてんのかなっていう。でしょ、うん、ただここ細いよね。ただもう本当にね、あれ難しいけど、俺はもうクルフォード勝つのは揺るがないと思うんだけど、うん、7-3 だったのが 5.5 対 4.5 あ、そうぐらいになった。ただスペンスが勝つんだったらどういう流れかなっていうのは見えないな。前回のボクシングじゃないですか。でもやるとしたらクルフォード嫌がるかな、ボクシングで対応すると思うんだよな。まあ、コツコツ当てて目晴らしてどんどん削ってっていう流れでもクルフォードの方が強いと思う。クルフォードの頭モチベーションだと思う。モチベーションの2人とも最高潮じゃないですか。クルフォードってなんか最近引退ほのめかすじゃないけども結構満足してるみたいなこと言ったりしてない。いや、どっちかっつうとなんで俺こんなすごいのにこんなお金もらえないんだみたいなぐちぐち文句言ってるってイメージしああそう。まあでもクルフォードそうなるとあれか、モチベーション高いか、スペンス倒せばパウンド4パウンド1位も夢じゃないか。まあだし、まあ、ウェルター級で呼んだったり統一するって特別じゃないですか。まあそしたらクルフォードやめんじゃない。上げても通用するんじゃないですか。またもっと上げちゃうもう体格的にきついんじゃない。スペンス倒せんならいけるでしょ。いやだって上の階級の1階級って結構でかいよ。スーパーウェルターね、66から69だよ。チャーロとかする。いや無理だろ、それ分かってると思うよ。まあでもこの試合は俺はクルフォード、判定でも KO でもクルフォードだと思う。でもギリ戦力的にはそんな差はそこまで差はないと思うけど、後半になったら離れてくると思う。うん、クルフォードの方が一枚上手かなと思う。そうだね、ウガスとの、まあ、ウガスもすごいいい選手だけどね、うん、あのウガスとやったスペンスには俺はおーすげえなと思ったけど、じゃああれあのスペンスでクルフォードに通用するのかって言ったらまた話は別だと思う。まあただ俺の中でもやっぱずっと言い続けてるけど、やっぱローマ様かな最強でしょって俺の中では思う。まあいいや、とりあえずじゃあはい、このタンククルフォード、うん、俺の予想はそうですね。はい、もし実現されたらまた動画出します。ありがとうございました。